食材の持ち味を生かすレシピを考案。雑誌や企業の商品開発などビジネスの現場でも活躍中、フードプロデューサー平山智美さんの登場です。平山さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今週は楽しく美味しく料理で自由研究というテーマでお送りしています。そして今日の楽うまクッキングですが、中国新聞デジタルのえへん産地ご飯と連動してお送りしていきます。今月の食材がこちらです。肉厚ピーマン、はい、平山さん、肉厚なんですか？肉厚、普通のピーマンよりも肉厚、パプリカよりはちょっと小ぶりです。いただきましたけど、本当食べ応えがあってみずみずしかったです。はい、はい、で今日はこちらの肉厚ピーマンを使いまして、この一品を教えていただきます。肉厚ピーマンの手作りマヨグラタン。これお子さん好きでしょうね。好きだと思います。はい、味付けも面白いですね。そうなんです。もうピーマンが器みたいになってね、全部丸ごと食べられちゃう一品となっています。さあ、そして今日もこちらの企画をお送りしていきます。楽うまQ。 先生、一瞬忘れてました。いや、大丈夫です。考えてました。ウィークみたいで良かったですね。ありがとうございます。さあ、 RCC アプリイラウをダウンロードしていただきまして、今画面に出ている今日の料理のポイントクイズに週に3回答えていただきますと、抽選で豪華なプレゼントが5人の方に当たります。今週なんですが、おいしいおいしいシャインマスカットです。しかも1万円相当が当たります。参加をするだけで抽選のチャンスがありますので、ぜひイラウをダウンロードしてチャレンジしてみてください。さあ、それでは行きましょう。クッキングスタートです。はい、お願いします。じゃあ最初にこのピーマンを、この上の方を蓋のみたいにするので、はい、薄く切ります。はい、でこの中の種を外します。はい、今日先生の耳にも、ね、はいはい、ピーマンが丸ごとと輪切りと用意しました。すごいですね、ゴージャスですね、今日のイヤリング。今回ちょっとおしゃれ感もありますよね。色合いがビタミンカラーでいいですよね。はい、はい、右耳左耳それぞれデザインがあります。はい、さあ、その肉厚ピーマンですが、はい、このように今の上のね、蓋の方にしたのを下に置いたんですけれども、こうやってやると安定が良くなるので、ホイルとかでちょっと台を作ってあげて上に置いてください。はい、ホイル、ヘタ、実際のピーマン、はい、うん、こうやって立てて焼くとね、ピーマンを加熱しすぎにならないようになります。はいはいはい、加熱すぎるとこう食感が、ね、なくなって美味しくないから、はい、このピーマン本当食感も楽しんでいただきたいですよね。はい、そしてここにお肉、鶏肉をもも肉を一口大に切って塩を振ってあります。はい、これをフライパンでちょっと油引いてもらって焼いていきます。はい、今日は鶏もも肉なんですね、中に入るのか。はい、一口大といってもピーマンの中に入れたいので、気持ちちょっと小さめにカットしてください。なるほど、はい、少し小さめの鶏もも肉。はい、これやっぱもも肉がおすすめですか？そうね、子供を受けするのはもも肉かなと思ったんですけど。確かに唐揚げとかね、はい、大好きですもんね、うん、子供たち。でも胸でもいいですし、はい、何でもお魚でもいいかもね。そうですか、うん、美味しいかもしれないですね。はい、じゃあこれを焼いている間にマヨネーズを作っていこうと思います。手作りなんですね。はい、マヨネーズ。マヨネーズも作ります。はい、今ボウルの中に、冷蔵庫からもう出して室温に戻しておいた卵黄が入ってます。はい、1個。そしてここにお塩を入れます。卵黄1個に対して塩が少々。そうそう、少々ですけど割としっかりめに入れた方が味がしっかりついて美味しいです。わかりました、少々よりちょっと多め。そして今入ったのが、ここが今今日はね、リンゴ酢を入れました。はい、小さじ1です。はい、お酢でもいいですか？お酢で、普通のお酢でもいいですが、マヨネーズ洋風なものだから、リンゴ酢の方がいいかなと、思って。なるほど、はい、ちょっと爽やかさ加わりました。はい、でしっかり混ぜておいて、ここから、ちょっとずつ油を入れていくんですけれども、
あのこれねこういうふうに糸をこう細く垂らすように入れていくんですけど、あのもしドバッと入ったら失敗しちゃうので、あの最初はちょっとこうやってスプーンで少しずつ入れて混ぜます。本当に少しずつですね。はい、これぐらいちょっとずつ入れるっていうのが大事なんですね。失敗しないように。あの油断すると失敗するんで。これがこれが自由研究タイムですか。自由研究タイムです。はい、あの最初お酢っていうね水分を入れてましたね。はい、本当はお水と油っていうのは混じり合わないものなんですけれども。確かに水と油言いますね。はい、でもあの卵黄にあの水と油をねくっつける、あの仲良くくっつけるっていう力が入ってるんですね。はい、なのであのこういうふうにこう水と油を混ぜることを乳化って言うんですけど、乳化、はいはい、その乳化の作用を今あの起こしている。うーん、なんかこのイラストを見てると卵黄っていいやつだなって感じですよね。そうなんですね、あやまさん、あの水と油な人間関係とかねありますもんね。卵黄的な役割を果たす人がね、必要なんです。結びつけてくれるんですね。混ざらないんですが、そこに卵黄がいてくれることで乳化が人間関係についても起こるかもしれない。そうなんです。そんなこと聞かないで入荷しようぜっていうのが卵黄なんでしょうね。まあ入荷させようぜっていうね。それが今このボールの中で起こってる現象なんですね。はい、これが入荷っていうんですね。はい、でも確かに見てみるとなんかマヨネーズらしくなってきたというか。そうです、そうです。これあの油はこう液体なのに、はい、今もうこの卵黄と合わせるとちょっとこうポヨンと固体になってきてますよね。ちょっと色も、はい、あの白っぽくなってきましたよね。はい、これちょっとずつ入れるのポイント。ちょっとずつ入れて、そうですね。それであのなんか油がねたくさん入るの嫌だなと思って、はい、途中で止めたくなると思うんですよ。もしこうやって緩いマヨネーズでもよかったらあの途中でやめてもらってもいいですし、はい、あの市販のマヨネーズみたいにしっかり固まった方がいいなと思ったらこの分量ぐらい入れたら、油をねたくさん入れるとあえて固まってきますから。油を入れると固まるっていうのがまた面白いですね。固まってきます。でだんだん重たくなってくるんで、はい、普通液体を入れたらもっとシャバシャバになるんじゃないかなと思えば、入れれば入れるほど固体に近づいていく。そうです、卵黄くんの力が強まっていくんですね。卵黄くんの力で乳化させる働きが、はい、これで一応全部入ってマヨネーズができました。美味しそう、美味しそう。しっかり固まりましたね。しっかり固まりました。はい、はい、手で混ぜてもこんな風にちゃんとなるんですね。はい、これが手作りのマヨネーズ。手作り。でもあんまりね日持ちがしないので、あのできるだけ早く使い切ってください。はい、だいたい5日ぐらいですか。1週間ぐらいは大丈夫だと思うんですけど。結構持つんですね。でも冷蔵庫に、ね、すぐ入れて綺麗な容器にね、はい、そうですね、はい、じゃあこっち、ね、ちょっとあの鶏肉がだいたい炒まったら、はい、玉ねぎを今入れました。はい、はい、鶏肉からもしあの油が結構、ね、出てたらあのペーパーとかで拭き取って、玉ねぎを入れてもらったらいいです。はい、そして手作りマヨネーズとこの味噌を今度合わせたあの味噌マヨっていうのを作ろうと思います。あ、このマヨネーズを味噌に合わせるんですね。はい、今味噌が大さじ1ぐらい入ってるんですけれども、はい、ここに、まあ、2倍ぐらいの手作りマヨネーズを入れてもらってよく混ぜます。はい、はい、わー、もう一瞬で溶けますね。そうね、うん、でこれ味噌マヨか。味噌マヨ、このままのきゅうりとかつけて食べても美味しいです。確かに生野菜にも合いそう。人参とかきゅうりとか、はい、これを、フライパンに調味料として入れて、今日はもうこれで火を止めてですね、はい、で全体に絡めます。わー、はい、これをピーマンのさっきあのカップにしたピーマンに詰めていきます。はい、もうだってこの時点で美味しそうですもんね。そう、これね味見したくなっちゃいます。はい、このままチキンだけでも美味しそうなんですけどでもこのピーマン、はい、そうデカピー君っていう愛称があるんですけど。デカピー君っていうんですか。はい、これ一緒に食べるともっと美味しいです。え、でもこの切り方してるからっていうのもありますけど、壁の厚さが分かりますよね。ね、肉厚具合がよく分かります。そして
こうやって詰めて、はい、上にピザ用の溶けるチーズを乗せます。お、フレムさんリハーサルの時よりたっぷりですね。あ、たっぷりですでもこの後に、ね、子供たちと一緒にしても楽しいでしょうね。ですね、はい、これであのトースターに入れて焼きます。はい、で今さあチーズは溶けているでしょうか。よいしょ、 よいしょ、どうですか。来ました、こんな感じで焼き上がります。あー、溶けてますね。はい、でこれを、器の方に移して、はい、で、あ、パセリをちょっと、ね、そうですね、パセリで彩りをまた新たに加えて、はい、中をね、はい、これで、わあ、いや、器ごと食べられちゃうの嬉しいですね。土台だったものが蓋になるってまたいいですね。一つはちょっと立てかけておきます。そうですね、はい、乗せてもいいし立てかけてもいいです。はい、はい、こちらで肉厚ピーマンの手作りマヨグラタン30分で完成です。さあ、それでは今日の料理をおさらいしておきましょう。材料はこちらとなっています。料理のポイントです。肉厚で大きなピーマンは立てて焼くことで加熱しすぎを防ぎ、パリッとした歯ごたえも楽しめます。そして今回の自由研究ですが、マヨネーズでした。卵黄が入ることで油と水が結びつき、乳化を起こしマヨネーズになります。これどんどん変化していくのを見るのもとっても楽しいです。ぜひお家で料理の自由研究として作ってみてください。それでは青山さん、はい、召し上がりください。いただきます。これどうやって食べればいいんですかね。でもせっかくだからピーマンと一緒に食べたいですよね。ぜひ。そうですよね、はい、ナイフとフォークっていうのがまた日常感が。ピーマンが肉厚、うわすごい肉厚だ。またしっかりしてます。おいしそう。そう、本当に肉厚でデカピー君、はい、デカピー君しっかりしてますよね、はい、しっかりしますね、うん、いただきます。どうぞ、はい、ピーマンと一緒に。おいしい。これピーマン美味しいですね。美味しいです、うん、アクリル板越しにもそのシャキシャキしたのが音が聞こえながら、肉厚だけど本当に味が濃くて、でこの手作りマヨソースとよく合います。はい、そうなんです、うんね、でも平山さん、今回のマヨネーズは、はい、お味噌と一緒にしましたけど、はい、他にもいろいろアレンジも効きそうですよね。今あのピーマンに添えてたのはあの紫キャベツで作ったコールスローサラダなんですけど、はい、他にもあのポテトサラダとか、ツナサラダとか、はい、マヨネーズ、ツナと合わせたツナマヨになったりとかね、いろんなアレンジも楽しめます。ぜひ皆さんも料理の自由研究でマヨネーズ作ってみてください。さあ、明日は韓国料理の松井さんにご登場いただきます。卵パックで作るコラーゲンのカラフルゼリーを教えていただきます。平山さん、ありがとうございました。ありがとうございました。